はい、どうもご視聴ありがとうございます。ハム太郎でございます。今更とか言わないでね。未開の大地の11、残り13時間しかないんでやっていこうと思います。初手かなりいい感じじゃない？でさっきね、ちょっとゲームウィズで勉強してきたんですけど、まあとにかく敵にたくさん触れて、貫通タイプで弱点を切っていくクエストっていうことが分かったんで、まあまあまあ、で、さらにね、ダムス私好きなんですけど、ダムスがね、土敵制枠に書いてあったんで、じゃあ使えんじゃんってことで、ダムス使ってやっていこうと思います。だってさ、もう敵制度バリタカンのダムスが4体いれば多分余裕なんじゃねえのかな。まあ実際よくわかんないけど、まあ完全にね、一応嘘偽らなく初見です。多分これが終わった時にちゃんとクリアした場合、クリアのあれが出るんで。で敵に触れた数でしょ？3つか。魔法陣3つって癒やしいよね。あー、ひよこなっちゃった。これ敵が減っちゃった場合ってどうするんだろう。あ、毎ターン来るのか。で原則壁か。そっか、そうだ、書いてあったな。原則壁が怖いから、まあ、横で引っ張っていけばいけんじゃないかな。はいはいはい。毎ターン毎ターン多分敵は全部出してきてくれるはず。そうだね。この3体出てくるみたいなんで、まあ、うまいこと触りながらね、やっていこうと思います。で、今はひよこだから、全部見せれば戻るからね。おう。あ、ビタ止まりか。やばいんじゃないか？ビタ止まりか。まあまあ、横でもこれでは稼げるのかな。久しぶりにこうダムステキしてきたね。私は嬉しい。ただ、ゲームウィズ的に一番おすすめが、バサゴ。今の SAO コラボの。あの子らしいです。まあ、アジンキラー M が刺さるってことなのかな？まあ、やっていきましょう。これ貫通制限じゃねえよな。さすがに反らないか。怖いんで、もう SS 使っていこう。多分 SS 使えばもう即終わんじゃないの？いけ、ノストラキングダム。あ、やべ、綺麗にやりすぎた。綺麗にやりすぎた。ボス触ってねえ。いやー、ノーダメージ。綺麗にやりすぎた。雑魚に触れることばっか意識しちゃダメだね。で、ビタ壁がいっぱいでしょ？ビタじゃないのか。ビタだったらだってダムス適正入んねえもんな。あー、ちょっと動けるよぐらいか。なかなか渋いものを感じるよ。ビタじゃないなら SS 使えば多分、ちったら動けるでしょ。で、ダムスのあの3個の塊に突っ込めれば。いや、ビタだ。いや、ごめん、これ勝てないかもしんない。いや、勝てなかったら動画になってないから、勝ってるってことだよ、こっから。オッケーオッケー、無理やり無理やり。あのね、結構ゴリゴリでいける。ゴリゴリで。じゃあ私のダムスは攻撃力はここまで上げてあります。4万6000。そんじょそこらの貫通タイプより全然強いから、いけないことないと思うんだよね。これ加速2踏むからいけるでしょう。あ、1組になっちゃった。いけ、もう一回。いやー、魔法陣解除できなかった。しかもね、ボスがちょっとずつ回復してんのよ。なかなか渋いクエスト作るじゃん、モンスターストライク。あ、届かない。残り3ターンで即死。ブーツ雑魚がか、減速壁出すんで、減速壁を回避するのは厳しそうだね。加速して、あ、いいね、クリティカル出た。もう一発は無理か。でもまあ次で抜けれると思う。先に減速壁潰して、そこの後に加速した方がいいっぽいっすね。よし。いや、初手の SS は使うべきではなかったな。そこはちょっと反省ですね。あと2ゲージ。2ゲージで SS2 発ある。で、いける。
はず。ただもう初手が、ね、一番稼ぎやすいと思うんだよね、このダムス編成だと。めちゃめちゃ触れて、うわひよこなった。そっかそっか、そうだよな、ひよこ。最初に加速して、いやこれも横に行こうか。さっきはね軽く出なかったけど、これは強制的に軽く出るでしょ。おお強え。やばい、やっぱダムス適正ナンバーワンだこれ。バサゴ使ってないから分かんないけど、バサゴより強いと思うよ。で結構ね、魔法陣を敵が解除してくれるパターンが多々あるから、それうまく使えばいい感じに稼げるんじゃないのかな。雑魚多いな。届け、よし。あ、一体残っちゃったか。このギャラクシーは蘇生か、あ、いや違うか、これが高キロアップの材料か。納得納得。で多分今魔法陣解除に立ち回っても結局ヒヨコレーザー、ヒヨコレーザーされる場合があるんで、このまま行っちゃった方がいいんじゃないのかな。あー触れてね。あーでギャラクシャほっとくとリバインドしてくるわけね。触れて倒して触れて届け、あっと届かない。うーやばい。角度結構きつめがいいね、同じ敵に2回触れないように。あでもひよこか、今ひよこじゃなければ持ってったろうな。先に壁潰してから加速したいんだけど、いやーどうすか、とりあえずこれでいいか。多少は稼げるでしょう。よし、入ったよ。横にされていくよ。うわすごいひらめでかいじゃん。で 2P を直してくれと思ったら直してくれなかったわけね、いやしいじゃん。お、来た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 。よし、いけた。はい。というわけでね、ご視聴ありがとうございました。何の参考にもなんなかったかもしれないけど、ダムスゴリゴリ強化すると、ダムスだけ全然いけますね。ごめん、もしかして行ってる人いっぱいいるか。そうだよ、だってもう残り13時間だもん。そう、今日の動画を何にしようか迷ったんだけど、まあ、みんなクリア動画上がってるだろうけど、私は初だったんで、まあ、初クリアってことでね、上げさせていただきました。イエス。これがね、その証拠ね。イエス、星6確定。ご視聴ありがとうございました。ハム太郎でございます。よろしければチャンネル登録よろしくお願いいたします。それじゃ、バイバイ。